皆様こんにちは、ナミです。今年2泊3日で岡山県、広島県、愛媛県のデニム工場を3つ回り勉強しました。引き続きトレンドのジーンズができるまでを私がナビゲートします。まずここはデニムの生地を作っている貝原さん。世界の貝原と言われるくらいすっごく大きな工場。ここでは綿から糸に紡がれ、紡いだ糸をインディゴ染料で染め、染まった糸でデニムの生地を織っています。ここの生地は日本のみならず世界で使われます。デニム生地は送られ愛媛県の縫製工場へ。キャットでパターンを上げ、何重にも生地を重ねて機械で裁断します。裁断された生地は各工程に分けられ、一つ一つ職人さんの手によって縫われていきます。すごいと思って感動しました。縫われているのはもちろんスライジーンズ。スライジーンズの内側のタグもこのように縫われ、もちろんメイドインジャパンのタグもつきます。またオリジナルのボタンとリベットをつけて、すべての縫製工程が終わったら危険物が入っていないか検査機でチェックして完成です。次は愛媛県を離れ、瀬戸大橋を渡り、岡山の新井加工工場へ。先ほど縫い終わったジーンズの糊を落とすため、湯煎して工場専用の大きな洗濯機で洗い、そのまま乾燥機に入れて乾かしていきます。続いては加工工場ならではの専門的な技術を見させてもらいます。ジーンズのヴィンテージ感を出すためのヒゲをヤスリで入れたり、ダメージの入れ方を教わり、実際体験もさせていただきました。そしてオールドジーンズに戻って仕上げに入ります。乾燥を終えたジーンズにアイロンでスチームを当てて、大きなシワを取ってきれいにしていきます。最後に今季オリジナルの革パッチをつけ、レコード型のフラッシャーをつけて完成。今回工場見学をして、国内産ジーンズメイドインジャパンの良さや技術も分かったし、一本のジーンズにこんなにたくさんの方の思いと技術が詰まってるんだなって改めて感動しました。これからももっとジーンズを楽しみたい。自分らしく履き、自分で育てる、スライジーンズでした。